はい、こんばんは、山城と申します。本町徹底調査シリーズ2024、第、今回、何回目も忘れた。バーノさんやっていこうと思います。前回、ブギルヤコさんを似てやっておりまして、全く一緒だったよというね、ところでね、さっと終わらせてもらったことがありましたけどさ、バーノさんの方はどうだったのかなっていうところでね、品目とかもだいぶ違ったんで、ブギルヤコさんとはね、違って、総菜、ね、スーパーマーケットなんで、そのあたりとかのラインナップ、どういうふうになっていったのかな、ちょっと見ていこうと思います。では、まず去年のデータから見ていきましょう。早速行きましょう。どんどん。なんでね、決めてんだ。溜まりすぎてんだよ。ギリギリなんでね、ヘッド取ってるのが。さあ、ってことでね、パッと見てください。去年はこんな感じでした。家族で旦那様がハーフセットが、フラグシップに来ていて、ハーフセット、ハーフセット、セット、どんどんどんと、出してきていて、外線演奏巻きが、これがハイエンドモデルのがどんと来てますよっていう感じで。で、比較的無料のサイズ商品をザーッと乗っておいて、最後にね、ちょろっと演奏巻きが入ってますよっていう形で、ちょっと演奏巻きも、お手軽価格でね、用意してあるというのが、一つ、特徴だったなと。いったところ13品目ありましたよって感じでございました。これはね、今年はどうなってるかというと、こうなりました。ドトンと。13品目、品目数変わってないですし、ですけど、ハーフセットがちょっと、中身、というかね、何回か変わると、まずは、家族でだんだん太巻きハーフセットですが、幸福丸かぶりハーフセットっていう名前になりました。で、入り数も、前は5本セットだったのが4本セットになってますよっていう形ですね。で、次のやつも、人気の、海鮮3種ハーフセット。これも、これは2000円が3種類になりましたと。で、次はこれが、中巻きセットは、前回は、中巻きか5服中巻きって言って5種類あったのが、今回は2種類になってますということですね。入り数のところに改善したのかなという跡が見られますね。前は525っていう形だったのが、432って だいぶ慣らした形になりますよね。ですから、家族コースとかそういうのに合わせて、ニーズに合わせて、柔軟に選びやすいようなね、そういった感じ、のところ。比較的ちょっと5255だとね、ちょっと、量としてはね、かなりボリュームある形なんで、比較的ファミリー層がすごく伝統になったのかなっていうところから、ファミリー層はファミリー層でも、いや、意外に蓋を開けてみたらね、そこまで食べいいんやろっていうね、いうところがあって、まあファミリーって言っても3人家族がね、大体主体ですから、2人から3人家族ですかね。で、なってくると、こういったバリエーションにした方がいいのかなっていうところだなと思います。ちなみに、マグロの贅沢巻きや、海の、めぐり巻き、エビコツ巻き、海軍エフォー巻き、あたりが入ってきてるっていうことで、この辺はそんなに変わってないから、ちょっと変わってるかなっていうところですね。で、いろいろなライダップになってますと。ということで、海軍海軍、海軍のですね。で、豪華海鮮エフォー巻きが入ってきます。これは去年と一緒かな。豪華海鮮エフォー巻き、3219って価格も一緒ですね。品目は、カニ、マグロの中トロも入って、マグロ、ホタテ、オーバー、ノルウェー、サンダマサ、ミキシメニア、なんか、コゾクロサモヤキ、キュウリってことで、これは去年と一緒なわけですね。全く一緒ですね。はい、といった形です。大丈夫ですね。がありますね。さらに、本マグロ、中トロに、サーシのマグロ、たっぷり巻きっていうのが入ってきます。これも一緒ですかね。177でね。ここら辺はね、一緒か。一緒かな。3種マグロ。いや、変更あるってなったメモがあるな。これだ、去年は、この3種マグロが一緒の価格なんですけど、中トロバチキハダだったんですよ。これが、中トロキハダ、ビンチョになりました。バチがなくなりました。っていう形です。で、ビンチョに変わりましたよってことでございます。これね、ちょっと予想されるのが、メバチバチグロって、ね、一番、今、ちゃんとやりやすいマグロだったんですけど、それが、ビンチョマグロというやつに変わりました。まあ、味的に、キハダとメバチマグロって、まあまあもちろん違いはあるんですけど、正直よ、赤身っていう感じの、魚なんで、それほど食べ比べてて、実際に確かに食べ比べをしてみると、あ、少し、キハダの方のが、食感がしっかりとあって、とかっていうような違いがあるかなっていうぐらいのところなんでね、正直、あんまり食べにくいところだったんですけど、ビンチョウとキハダだと全然違いますね。もうパッと見た瞬間に、あ、これがビンチョウだなって分かるような感じでね、違いますから。っていうのもあると思います。で、もう一つは考えられるのが、メバチマグロが単価がちょっと上がってるんじゃないか。これはね、ちょっと、ベッド、ニュースとか見てて、ちょっと気にしてたところだったんですけど、
一応その報道とか、インド洋での、メンバーチバグルってそのインド洋に遠洋漁業に行くケースが多いんですけど、インド洋のところが、今度、漁獲制限ができたんですね。それで、6% ぐらいだったから日本の取り分が減ったんですよ。うん。もう、はい、削減しますよっていう形になったんで。っていうのがあって、それがあって、もしかしたら、メバチマグロの価格が上昇するんじゃないかと言われたという。まあ一応専門家からそれは現実的だろうと言われてたところだったんですけど、やはりここでちょっとへこがったというのは、ちょっとそのその限界のところもあったのかなという気がしますね。で、価格は抑えてありますよという形ですね。ここは、ちょっと気になったところだとあったところかな。あとは、マグロの贅沢巻きがあります。これも、切り落とし入っているの、マグロの巻きが入っているはずですね。で、さらに、海の先巻きが、これがね、なんかちょっと変化って形なんだけど、マグロブリホタテ、赤エビサーモン、イカ禁止タンポネってやつで、この赤エビ、もともとは、ね、確かね、生エビになったんじゃなかったっけな、ここが。うん、おめぐりの、あ、ここね、エビの、めぐりとして、ちょっと位置がずれてるんですけど、なんか、上に上がってきてるんですね。で、これが前、生エビって表現だったのか、赤エビに変わってますよ、ということで。これ何かというと、生エビって実はちょっとボイドしてあるやつなんですよね。赤くなってるということは、火は通ってるわけでございますはずなんですよ。まあ、本当のガチの生のやつは、黒い色だとしますよね。エビって、っていうところで。うん。茹でると赤くなるんで。っていうところで、多分、生エビっていうふうに書くと、本当にただガチの生のやつなんじゃないかっていうね、ふうに思われる方がいらっしゃったんじゃないのかな。最近だとそのあたりの、昔はそういうのでも生エビってね、言って全然通じたんですけど、比較的、日本の人の中でもちょっとわかりにくくて、ちょっとそのあたり、生で書いてあると、うんってなる方がいらっしゃるとかっていうのがあるんじゃないかなというところでございます。書いてない人から見てみたら、そうやって言われても、わからんわーって言ってますよね。なので赤いピッチ表現書いましたね。っていうところがあります。っていうぐらいですね。で、このあたりが、ラインナップで見てみると、上の方に結構中心の真ん中の方に寄せられてきたので、これ結構、逆にどんどん押していきたいんだろうなというのは見て取りますね。で、カニ巻きがあります。これあたりとかもそうですね。カニ巻きがあります。で、その下に、愛媛県産マダイ巻きが来ます。で、前はこれが、の位置が、天草のマダイ巻きでしたね。これで1198円だったのが、愛媛県産になって1313円ってことで、ちょっと値下げもしてるんですよねっていうのが特徴としてありました。多分、天草さんのやつよりも愛媛県産の方が、安定して、ちょっとお値段が得できるというか、そう、達になったのかなという感じですね。で、なんか1品目が減ってるんですけど、1昆布が減ってるのかな、って感じですね。ぐらいですね。で、何時これは味付けの問題だと思います。こっちは、欲しい、食べやすいだろうという感じですね。で、愛媛県産のイケシメブリトドン巻きっていうのがあります。これは、前は、愛媛県尾鷲産だったのが、愛媛県産に変わりました。これは何かというと、多分栄養、熊野灘近海で取れるんですけど、うん。ブリもね、取れるんですけど、多分、単純に尾鷲漁港だけに絞るんじゃなくて、もっとね、近辺の漁港、熊野だったり、浅川だったりとか、いろいろと、まあ、ありますよね。細かい漁港いっぱいありますんで、なんかね、かやでした、かのやかとかもあったりしますよね。いう感じで、いろいろと、あるんで、この紀州地方で、紀伊長島から、紀宝町とか、あの辺りとかにかけてね、いろいろいっぱいあるんで、尾鷲の、漁港で水揚げしたものに、限られないようにすることによって安定化を図ったのかなというところがありますね。1078円。まあまあまあ、ほぼ、尾鷲に入ったらもう多分入ってくるよっていう。いうような感じですね。まあ、メケンさんなので、もだえません、メケン民としてはね、というところでございますね。で、ノルウェーさん、ラムさんも海鮮親子巻きもあります。これも、こっちの方のが、ちょっとラインナップとしては、メケンさんの方の上に押してくれるので、なら問題ないですね。うん。ラムさんのナムさんも、まあ、あるやつあります。他のサイクルも使ってますから、ね、ちゃんとしっかりしてますね。で、黒毛和牛巻きがあります。黒毛和牛巻き。この石はなさない黒毛和牛、クリンディーグというところで。で、最後に、海運援護巻きが入っています。これはラインナップの取り方も一緒だと思うんですけど、価格はちょっと上がりました。495円から533円に、ちょっと上がりましたよということでございます。で、先ほど私はお風呂、かんぴょう、椎茸、
床屋族、カニカム牛乳ですけど、さっきはしいたけが、前は、どんこしいたけってなってるのは、どんこっていう表記になってもらいましたね。まあ、一般的なしいたけに書いたのかなというところです。どんこの人もちょっと値段しますからね、というところありますね。まあ、どんこの方の味がしっかりとするんですけど、正直、多分、恵方巻きのやつで、一面して使うっていうところで言うと、まあ確かにその、究極のね、選択のところに行ったら、こちらの方のが、椎茸の味がしっかりとして、それがその卵焼きとの風味とのマッチングによりしっかりとしているみたいな、ね、ところがあったりするかもしれませんけど、まあ、正直そこまでを求めて、その原価高で、それで、ね、多分600、600円とかになってきちゃうよってなったら、もうこっちで予約しようっていうようなところとかあったんではないかなと思うんです。このあたりとかも言うと、はいですね。で、あと、実は絵本巻きがちゃんと七福になったっていうのも、ポイントですね。6から7になった。何が増えたんだ？かんぴょうか、うん、かんぴょう、しいたけ、かにかもというか、あ、高野豆腐はまあ入ってなかったのそうじゃん。高野豆腐が入ってるって形ですね。で、その日の形、フォーマットのところを、しっかりと、してきたのかな。まさか去年、まさか私、あれかな、記載見せてるのかな、そういうのもそのね、こう思ってくると。っていうところがありました。まあ、ちょっと気になったところとしてありましたね。ちょっとそこですね。ですので、品目は変わってないですし、基本で、ちょっとセットの内容とかを、の、いじくりが結構大きく見合ったところですけど、実はこの途中で、売りたいやつ、売れるやつの動線の持ってき方もちょっといろいろ書いてあるけど、そこまで単品の品目自体はそんなに大きく変わってないよっていうのも特徴かなというところでございました。ということでございました。これはね、じゃあ、総合結果で見てみるとどうなるかというこうなりますよと。3219円ハイエンドモデルのこの価格でした。で、恵方巻きが538円という形で、最低価格も538円ということで、恵方巻きは実は一番今のところ安いこの38。V ドラッグと一緒。あ、一緒か。なるほどな。なるほど。V ドラッグと揃えてきてるんだ。なるほどな。ここは揃えてきてるんですね。という形になってますよ、ということでございますね。で、相手持ちは13という形で、ちょっと絞り込んでるのがありますね。セットはもうセットでこれで売りたいというのをしっかりと作ってきて3って形ですね。で、ハーフが意外と少ない2っていう形。セット販売のやつでしか入ってないんですよね、確か。っていうのが特徴でしたね。で、18セット以上は11あるよって形で、かなりロングのやつで、売ってくって、あ、でもこれ1センチかな。あ、いや、赤いだから大丈夫だ。という形でございましたよ、ということでございますね。っていうような感じでございましたということでございます。まあ、比較的はしっかりとバランスが、しっかりと取れてきているし、その日の価格帯もね、しっかりと、原価帳のところとかもね、かなり苦労、努力が見えるなというところで、しっかりと作ってきてるなというところがあるなというところでございます。その中で、しっかりとハイエンドモデルの、しっかりとラインナップ。そして、比較的その、これを打つというよりは、いろいろとお客様に選択肢を与えようという感じが、しっかりと見える。好み合わせたあなたにベストネットがちゃんとありますよという形の、しっかりとした品目の作り方を作ってきているなという感じがしましたね。ということで、まあ、バローさんはこんなあたりでね。バローさんは、岐阜の方がね、もともと、自慢なんで、ちょっと、その際とかも、いつあるのかなというのがありますね。この際とかの、恵方巻きとかの、作り方とか、に、しっかり入力してったら、もうその際とかにあるのかもしれませんね、ということでございました。ということで、この動画はね、これぐらい締めさせていただいて、次、A コップが待ってるのかな？A コップ、近畿さんね、見ていこうと思いましたので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいに締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。